ささんこんこにちは実嫁のさきです本日の動画は今後の私たちの活動についいててお話ししていきます私たちの活動といっても主軸が2つあると思うんですがまず1つ目は先日「ラブミーオールフェスですとか今クラウドファンディングもやっている「ラブ r a プロジェクトとしての活動そしてもう1つはこの「実は嫁がリウマチでして」のチャンネル「実嫁としての活動」の2つがあります。 双方の活動方針なども本日の動画で改めて皆様にお伝えして、えー、さらに、えー、理解や共感などを深めていただきたいなと思っております最後までお付き合いいただけると幸いですそれでは本編いってみましょうまず一つ目はラブア RA プロジェクトとしての活動方針を共有していきますプロジェクトの大きなテーマとしては持病があっても人生楽しく をもとに私たち世代のリウマチ患者さんが人生の選択肢を諦めずに生きられる社会づくりを目指しています具体的な活動内容としては3つあってですね1つ目はまずは先日開催したようなリアルイベントの開催こちらは患者発信で企画することで他にはない良い,いエネルギーが集まる場を作っていきたいと思っていますそして2つ目は素性の知れた仲間同士のコミュニティを作ること こちらはですね、特にオンラインコミュニティなるものなんですけれどもよくあるものだと、えー、オンライン同士での付き合いなのでユーザー名しか知らないとか本名も知らない会ったこともないし顔も知らないはたまた住んでいるところも実は知らないとかっていうことも中にはあったりするかもしれないんですがこののラブアールウェェイプロジェクトのコミュニティは違います。素性の知れた仲間同士ということである程度の個人情報をさらけ出せるような関係性を作っていきたいと思っております。 そして3つ目は「なりたい」が見つかるロールモデルとのマッチング制度を計画しております。こちらはどんなものかと言いますと、まあ、人生においてですねこんな人になりたいなとかこんな風に生活したいなとか憧れの理想の像みたいなのって皆さん描いたりしますかね。それを具体的に描ける実際にいらっしゃるロールモデルを こちらから希望があればご紹介して個別に面談ができるようなマッチング制度なども作りたいと考えております自分一人の考えではねなかなか自分ってどこまでできるのかなやれるのかなって制限をかけがちだと思うんですけれどもそういったロールモデルさんとお話しすることで自分のマインドのブロックが外せたり新たな選択肢が見つかるいい機会になればなと思っておりますそしてそのメインの三つの活動に加えてもう一つ 関節リウマチをはじめとした自己免疫疾患の理解を促すためにいろんな企業ですとか医療団体などに社会的な提言をどんどん行っていきます声を上げて関節リウマチってこんなものだぞ抗原病ってこんなものだぞっていうのを社会にもっと知っていただけたらお互いの相互理解が深まって愛ある社会が作れるのではないかなと考えております そしてですね、ラブア e a l プロジェクトの活動内容でお話ししたコミュニティ設立についてなんですが、先日クラウドファンディングページにおいてリターンとしてコミュニティの参加権が追加されたのはご存知ですかわかりやすく言うと月額1000円でそのコミュニティに属することで月1のオンライン交流会であったり、そしてお金とかセルフケアとか 美容関連とかそれぞれの分野の専門家から学べるスペシャル講座なども計画しておりますそしてそのコミュニティ内でですね部活設立もできたりします例えば、まあ、朝の読書会だったり英会話部だったり自分の関心のあることやこれから取り組んでいきたいことに仲間に呼びかけて一緒にチャレンジできる素敵な部活動を考えています そして現在クラファンで募集しているコミュニティ先行参加から申し込みされた方限定で11月の下旬にキックオフイベントを予定しております。はい詳細は今現在いろいろ試行錯誤中なんですけれどもそのキックオフイベントに参加していただけた方だけの特別な特典なども考えていますのでもう迷っている方は是非3ヶ月お試しプランとかもありますしね。 で一番お得なのはやっぱり1年まるっとコースで2ヶ月分お得になります。ぜひあのご自身の入りやすい方でご参加お待ちしております。そして今回のクラウドファンディングの支援金やコミュニティの会費などの使い道についてなんですがまず一つは先日開催されたラブミーオールフェスの開催費の生産に充てることそしてまたこういったグッズも作りました。グッズの制作費の生産にも使わせていただきます。 さらには今後もいろいろなイベントやセミナーなどを企画していきたいので、その開催費や運営費用などに渡させていただきます。まあ、何が言いたいかというと、私たちが営利目的でヘッヘッと味を占めて、なんかね、利益を生み出しているわけではないですよというのを心に置いておいていただけたらなと思っております。そして気になる実嫁としての今後の活動方針をお伝えします。まあ、メインはですね、変わらずこの YouTube チャンネルでの動画配信を 中心に活動していけたらと思っておりますただですね最近マンネリではないけどまあねなんかね新たな刺激が欲しいなと思っているところではあるよね。うん、なので、まあ、今後ちょっともっと私たちの日常に特化したような、えー、ショート動画の制作なども取り組んでいけたらと計画しております。なんかねお互いの生活がより赤裸々になっていくという。 私たちのチャンネルのモットーとしてはなんだろう笑いもあり親しみもありそして学びや発見もありみたいなあったかいチャンネルを目指していますので、はい、そここは今ももてててないいいいよね、はい、これかららと、えー、と一緒にお互い頑張っっけたらと思っていますそして、まあ、もう少しチャンネルがもっとね軌道に乗ってきたら、えー、YouTube のメンバー機能を使ってファンクラブなるものなどを作ってみたいなと。 目論んでおりますのでこれもねあの要望があればどんどん言っていただけたらと思うんですけどまたあのそういった活動以外にもこんな動画作ってほしいとかこんな内容を取り上げてほしいとかは随時 YouTube のコメント欄私たちの SNS などで随時募集しておりますので何、はい、かいい案が思いついたっていう方はどしどしご連絡ください。 そして最後になりましたが、えー、私たちが YouTube 活動を始めてもうすぐなんと丸4年経とうとしています月日が流れるのは早いですね始めたのはちょうどコロナが流行りだす直前で、はい、私はオーストラリアにいて帰ってきたらなんか大変なことになってなどなど思い返すとね懐かしい感じがしますけれども やっぱりこうして YouTube とか他の SNS とかで病気について自分がこう発信していくことで気持ちだだっっったたたりりりりとか周のの環境ががすす。ごくこの4年間で変わってきたなっていう実感がありますで先ほどもちらっと言ったように人生においてこうなりたいとかああいう風にしたいとかいろいろ目標ってあるとすごくいいなと思うんですよね。そこで私たちがこのように配信をして YouTube であっリウマチでもこんな人いるんだなとか。 またまた同世代とか若いリウマチ患者さんにあいつかサキさんみたいになれたらなみたいに思ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいしまあそんなこんなで YouTube は引き続き継続していきますのでこれからもご視聴のほどどうぞよろしくお願いいたしますそしてそしてまた最後になりましたがくどいようですが私たちラブ RA プロジェクトのクラウドファンディングが10月31日まで支援を募っておりますまだまだ達成まではもう少し届かない状況でして 残り少ないですが、えー、引き続き追加支援ですとか SNS での拡散だったり近くの方へのお知らせだったりをご協力いただけるととてもありがたいです絶対成功したいので皆さんのお力をお貸しくださいはいお願いしますりょうくんからも一言よろしくお願いしますそれでいいのもう一回言っいこかりょうくんからも一言お願いしますどうかどうかよろしくお願いいたします 切実、はい、きっと伝わるでしょうはい、ということで本日は私たちの今後の活動方針をお伝えしました最後までご視聴ありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう